ヒーダの攻撃力やばない？はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。昨日ね、そろそろティーダの紹介第2弾期待しますというコメントをいただきましたので、早速リクエストにお答えしてティーダの紹介第2弾やっていきたいと思います。ティーダは意外と勘違いされやすいんですけど、ティーダは EX 覚醒2を進めることでチェインの極意を獲得します。そのため不滅の閃光を装備に採用している方が非常に多く見受けられたんですが、ティーダはね全くその必要がありません。なぜなら NV 覚醒した時に両手持ちアタッカー攻めというパッシブを獲得します。その中にですねチェインの上限アップ 100% がついておりますので、これでチェインの極意の上限 200% に到達させることが可能となってます。なので今一度ねティーダの装備を確認して、まあ、2凸以上の方だね、2凸以上の方は不滅の閃光をつけてたらキラーだったり攻撃力アップのものに変更してあげた方がいいのかなと思います。で見てよ、これティーダの攻撃力やばくない？ 8000 をついに優に超えました。あの僕ねアバティファが貫突してあの固有のビジョンカードつけて、うわ攻撃力7000超えたわうわーとかやってたらもうバカみたいだよね。いやついに攻撃力8000超えのインフレがやってきたかと。すごいよね。で今回はこのね攻撃力8000超えのティーダを、まあ、皆さんにどんくらいの強さなのかっていうのをねお見せしたいなと思いまして、あの鉄巨人極級に行こうかなと思います。鉄巨人はもともとね防御が高くて精神が、まあ、やや低い敵と、でさらには防御のデバフは入らず精神のデバフしか入らないんだよね、あのこっちの攻撃に有効なデバフは、まあ、攻撃と魔力も下がるんだけど、だから、まあ、基本的にはもう魔法で攻めてねっていうキャラクターなんだけど、まあ、幸いにもティーダのねあの得意属性である水が弱点となってますんで、まあ、ティーダの力をねもう物理防御が高いとか関係なくぶっ倒しに行こうかなと思います。じゃあ早速ねティーダの強さお見せしに行こうと思います。では行こう。よし、じゃあ鉄巨人極級やっていきましょう。簡単にパーティーの紹介をやっていこうか。まずはアクオメで、とりあえず武器はね砲機装備してトリプルチェイングループ16使えるようにしてあります。アビリティは MP の枯渇が怖いからクールビューティーとミラクルマジックつけてます。でロッドの装備化と幻獣ゲージのアビリティになってます。でノクトもバハシナ、そしてトリプルチェイングループ16のアビリティが使えるようにしてます。で武器は1個でみんなとね数を合わせてます。でザナカンティーダは、まあ、装備はね先ほどの画面と同じでアビリティに1キラーを持っても、まあ、不滅の閃光枠が余るので、こういう風にね幻獣のステータス反映率アップ等をつけて攻撃力をさらに伸ばすことができますと。8000超えはマジでロバンすぎるわ。でビジョンカードで攻撃力の高いもので、海洋ニコルは LB ゲージが溜まる武器とアビリティを採用してます。由来者は暴風酸ステーブで状態異常の不要薬、主に麻痺と睡眠だね。でノクトと同じアビリティと幻獣ゲージが溜まるアビリティ、武器の数をみんなと統一。そしてね今回このためにフレンドさんにわざわざ1キラー攻撃モリモリのティーダをお借りいたしました。あのご協力ありがとうございました。早速攻略やっていきましょう。まあ、ティーダは基本的に LB なんだよね。でノクトはやることないんで1ターン目は遊ばせる。由来者は暴風酸ステールで状態異常の不要、今麻痺が入ったね。でニコルでトリプル使って攻撃 300% バフと LB ゲージの供給、そして水不要、水の威力アップ、でラストで水の 120% デバフを入れていきましょう。でアクオメトリプル使って1キラーの不要とタッグアタックでチェインを稼いでいきたいと思います。最初ザナカンティーダの LB で 92% ぐらいまでは削りたい。それ以上だと超嬉しい、それ以下だとちょっとがっかり3億は超えてほしいんだよね。で問題はこの麻痺があと4ターンぐらいは持ってくれないと困るよっていうこと。じゃないとね僕に勝機は1ミリもありません。そしたら LB の準備、剣耐性のデバフ、高倍率のステータスバフ水不要、 LB のバフの重ね掛けで、アクオメトリプル使ってタッグアタックでチェインを稼いでいきたいと思います。全てのバフデバフがかけ終わったらアクオメ、そしてティーダで LB 決めていきましょう。75、あーまあまあまあこんなもんか。おいいね、 5.5 億超えてくれればまあまあまあいいかな、嬉しい。で LB スーパー LB 新エースオブザブリッツかましていきましょう。ニコル水耐性のデバフエリア、アクオメとノクトでトリプルのチェイングループ16でチェインを稼いでいく。さあじゃあやっていくよ。まずはスーパー LB、 そしてノクトと、アクオメでチェイングループで稼いでいく。20、おいいいい、だいぶ上振れ引いたんじゃない。そしたら由来者で LB ゲージを味方全体に供給、
これね、あとは麻痺がここで続いてくれればマジで嬉しい。おあ、いいねいいね、いけ、オッケーオッケーオッケー、あと一旦あと一旦麻痺続いて、そしたら光のデバフも入っているからザナカンティーダでトリプルのクイックシャイン2回にエナジーレイン、これめっちゃ強いの。チェイングループ2位で、かつラストの一撃が 14,500 の防御無視 50%、 やばない。これで削れれば超嬉しい。超間違えたわ今トリプル使ってクイックシャイン2回とエナジーレイン、相方も同じでトリプルのクイックシャインとエナジーレイン、でノクトで青の波動で由来者青の波動、そんでニコルとニコルとアクオメでリバイアサンチェインで、まあ、少しでもね倍率が高い状態でティーダを入れたいので、まずはリバイアサンチェインやるでしょ、そんでティーダやるでしょ、そんでちょっと経ったら由来者とノクト、さあ頼むぞ削れ、うおーいいね、麻痺があと一旦続いてくれればきっさあ、これよ。やっとできたわ。これ、超試行回数重ねた。もう1時間以上これやってんの。オッケーオッケー。5ターン麻痺が継続することによって、壁、回復なしで、鉄巨人を物理場で攻略することが可能となってます。いや、めっちゃ疲れた。もうラストはティーダの LB で決めていただきましょう。で、由来者、青の波動、ノクト、青の波動、もうこれでいいよね。ラックを目で、あー、うん、そうだね。これやろうか。で、ラストリバイアさんで、ちょっと LB 使って攻撃のステータスバフかけていきましょう。ニコルのこっちの LB を初めて使ったな。オッケー、じゃあラストやっていくよ。超疲れたんだけど。これでしまいじゃー、鉄巨人ゴッキュー。オッケー、無事ね、物理パワー、まあ、特にね、まあ、ティーダの強さ分かっていただけたんではないでしょうか。まあ、ちょっとダメージ見ていこうか。いや、めっちゃ嬉しい。やっとできたー。ダメージはこんな感じ。いや、すごない。まあ、ちなみに、なんだっけ、鉄巨人の HP が32億だったかな？あるので、まあ、それをね、もう大半を、まあ、大半ももちろんそれはそうなんだけど、ティーダで削ることができました。いや、めっちゃ嬉しい、これ。いや、皆さんもね、超絶インフレしたティーダで遊んでみてはいかがでしょうか？最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。